はなかなかドラマや映画の現場では出ないこう円形になったレールが出てきて、いろんなこう体を隅々と細かく撮られて、最後には、本当に追い込む瞬間の表情が撮りたいということで、実際のトレーニングのように、30秒思いっきりこいで少し休んでまた30秒やってみたいなのをやって、皆さんにリアルな、トレーニングの表情を伝えられたらなっていう撮影でしたね。で本当に疲れた、すごいよく眠れました。トレーニングは結構日常でも頻繁にやるんですけど、その姿をカメラで抑えられるっていうのはなかなかないので、ちょっと恥ずかしい気持ちもありつつって感じでした。きっかけは、アクション映画に出演させてもらうことだったんですけど、やっぱりアクションって技術的な面が大きいと思うんですが、その前に私は運動に無縁だったので体を動かすことができなくて、その基礎をまずつけてから、アクションに臨みたいなと思って始めたのが大体4年ぐらい前ですね。その時はその役の像に近づきたいっていうのがあったんですけど、具体的に言うと、腕立て伏せができるようになりたいとか、懸垂ができるようになりたいとか、そういう感じですね。いや、こんなに自分でもハマるとは思ってなかったです。すごく、なんだろう、今日始めてじゃあ明日できるようになるかって言ったらそういうものではないんですけど、でもそうやってちっちゃいことを積み重ねていくと、こう体ってすごい素直なんだなと、確実に反応して目標を達成できるっていうことがすごく気持ちよくて、なんか内面的にも自信につながりましたし、なんだろうな、すごく豊かになったと思います。